そういう権力を持った人に対してこう立ち向かっていくわけですね。これがテルテであり、また後の方で三所太夫の安寿であり、そして新徳丸の乙姫っていうのも親に対してもうどん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 反抗していくわけですね。この反抗していく女っていうのはまた自分のようであると思いました。流涕、流れる涙が流れて焦がれ、もう焦がれ泣きするような感じで泣きたまうみたいな、哀れとか焦がれとか泣きとかっていういわゆるとても分かりやすい演歌にも出てくるような言葉でもって人はピッと感じてそれで泣けるんだと思うんですよね。じゃあちょっと一番好きなのは、ね、ここですね。これを翻訳したいがためにずっとやってたような気がします。ああ、いたわしいことでございます。テルテ姫様がお茶の清水を汲みに来てガキ闇に目を留めました。そして言った言葉が哀れでした。姫の涙は滴るたるい、美濃と大海の境には竹比べ日本杉根物語、在所在所を引きすぎて高宮河原に泣くひばり、姫に歌ってくれるのかけなげな小鳥だ優しい声だ、美代は収まる武蔵の宿、鏡の宿に車がついた、テルテ姫様はこれを聞き鏡のように明るいと人は言う、でも姫の心はこの日々はあのことやこのことに、そしてこのガキ闇に心の闇がかき曇る、曇って見えない鏡の宿を通り過ぎる、姫の涙に袖は濡れても裾は濡れない草津湯の草津の宿を通り過ぎる、野地篠原を引き過ぎて三国一の瀬田の唐橋えいさらえいと引き渡し、石山寺の夜の鐘耳にしみじみと鳴り響く、馬場松本を引き過ぎて道を急いで行きましたのでほどもなく西近江名の高い上り大津の関寺の玉屋の角に車は着きました。ガキ闇のそばにいられるのも今夜きりでありました。テルテ姫様を宿を取ることもせずガキ闇の車の轍を枕によすがら泣いて夜を明かしました。明け方に泣くという夜行の鳥のようでありました。お名残惜しゅうございます。どんな因果のご縁やら蓬莱の山のお座敷で夫の小栗に別れたのも、このガキ闇と別れるのも思いは同じでありました。ああ、この身が二つあったなら、身の一つは君の長殿に戻したい、もう一つはガキ闇の車を引いてやりたい、心は二つ、身は一つ。ガキ闇を見つめてしばらく佇んでいたのでありますが、やがてくるりと身を返し、帰り道を急いで行きましたのでほどもなく、君のちょうどに戻り着いたということ、何よりも哀れなお話でございました。